間劇スポ。それではラインナップをどうぞ。日本一のクラブチームを決めるサッカー天皇杯の3回戦が今月16日に行われました。相手は J1 の鹿島アントラーズ。カタールは前回の天皇杯王者にどのような戦いを挑んだのでしょうか。まずは2回戦のサガンとストの試合を振り返ります。初戦となった天皇杯2回戦、カタールはこの時リーグ3位のサガンとストを対戦しました。カタールは2点を先制されましたが、朝日、船津の得点で追いつきます。さらに1点を奪われた後も黒部のゴールで延長戦に入りました。それでも決着はつかず、試合は PK 戦へ。守護神飯田のファインセーブで接戦を制したカタール、2年ぶり2度目の3回戦進出を決めました。このメンバーで、J1 のチームと、戦わせてみたいと思っていました。だから試合の前にいつもと違って、次勝ったら鹿島だぞと、そこを行くためにこの試合ベストを尽くそうというのは、言いましたね。そして迎えた天皇杯3回戦。この日はバス12台、300人のカタールサポーターが茨城県の鹿島スタジアムに詰めかけました。鹿島アントラーズは前回の天皇杯王者で国内屈指の実績と伝統を誇るクラブ。日本代表クラスのそうそうたる顔ぶれを揃えて天皇杯連覇を狙います。一方、初の4回戦進出を目指すカタールは挑戦者として積極的なプレーを展開します。抜け出した竹口、これは届きません。カタールは前線からプレスをかけ攻撃につなげるという今シーズンチームがやってきたスタイルを貫きます。一方、選手それぞれが高いテクニックを持つ鹿島は落ち着いてパスを回し、なかなかボールを譲りません。すると前半28分、スローインを得た鹿島は素早くプレーを再開。パスを受けた元日本代表のフォワード興梠が落ち着いて先制ゴールを決めます。しかしカタール、1点ぐらいで気持ちが途切れることはありませんでした。前半終了間際、大西が倒されてフリーキックのチャンス。ディフェンダー福田が頭で合わせてカターレが同点に追いつきます。後半、カターレは徐々にボールを持つ時間を伸ばしますが、鹿島のネットを揺らすことができません。守っては鹿島に最初の決定的なチャンスを与えてしまいますが、守護神鶴田がファインセーブを連発。ゴールを許しません。90分で決着がつかず、試合は延長戦へ。鹿島の猛攻に全員の守備で耐えてきたカタールでしたが、延長前半11分、ディフェンスの間を縫うような野沢のシュートにさすがの鶴田も反応できませんでした。結局これが決勝点となり、カタールは1対2で金星を飾ることはできませんでした。しかし、鹿島アントラーズという強豪クラブを相手に延長戦にまでもつれ込む熱戦を展開したカタール。安間監督はチームの課題がはっきりしたことが大きな収穫だったと振り返りました。本当にひたむきに臆することなく攻撃にも出ていき、よくチャレンジしたと思います。いつも応援してくれるサポーター、ファンの皆さん、本当に人心を動かすことができたんじゃないかと思います。初のベスト16入りはなりませんでしたが、選手たちもこの試合で確かな手応えを感じていました。
そうです、得点のシーンは陽平さんから本当にすごいいいボールが入ってきて、練習でもいい形でできたんで、それがそのまま出たと思います、ね、1点部分で足止まっちゃった場面があったんですけど、まあ、それ以外ではみんな集中して守れていると思ったんで、まあ、勝てなかったことが悔しいです。モチベーションは高くできましたし、で、ね、やっぱりね、勝つっていうのを目標に持ってこれたんで、まあ、そういう部分は本当に非常にいい試合に入ったかなと思いますけど、はい。そしてカタールは鹿島アントラーズとの激戦から中2日でリーグ戦15位の愛媛 FC をホームに迎えました。現在17位のカタール、目標の13位達成のためには勝つしかありません。あんまカタールよ、13位を絶対成し遂げろ。俺たちは諦めない。この日はあいにくの雨にもかかわらず、集まったサポーターから心強い後押しがありました。対する愛媛はリーグ15位、天皇杯では J1 サンフレッチェ広島を破って4回戦進出を決めていて勢いに乗ります。立ち上がり、カタールは疲労からか動き出しが似ています。消極的なプレーが目立ち、愛媛にゴールを脅かされます。前半17分、起き上がれない孫代わってピッチに立った関原。果敢に愛媛ゴールに切り込みますが、ことごとく相手の守備に阻まれます。愛媛に攻め込まれる場面もありましたが、なんとか0対0で折り返したカタール。ハーフタイムで安奈監督は不甲斐ないプレーに怒り、疲れている選手は手を挙げろと鼓舞しました。しかし先制したのは愛媛でした。後半開始早々、ゴール前でフリーとなったディフェンダー高杉にゴールを奪われます。この試合を落とすと、目標の13位は絶望的。安奈監督は後半13分に駆け打ち、24分に平野と次々に交代のカードを切ります。決定的な場面を迎えながら、ゴールが遠いカタール。1点リードの愛媛は時間を使いホイッスルを待ちます。そしてアディショナルタイム、決して下を向かなかった選手たちの攻撃が実ります。矢田のクロスを平野が競り立ち、樋口へ。同点に追いつきます。しかし目標達成のためには勝ち点1では足りません。ここからさらに貪欲にゴールを狙います。残り時間わずかのところで迎えたピンチを鶴田のファインセーブで脱したカタール。ここから反撃、ボールを持った関原がサイドから折り返し、グダ。天皇杯千葉戦でも一矢報いた福田が劇的な逆転ゴール。試合終了間際の連続ゴールで2対1と見事逆転勝利をつかんだカタール。目標13位へ望みをつなげました。最高でした。なんでかわかんないですけど、たまたまマイナスでちょっと止まってたら本当にボールが来たんで、あとは集中して合わせた結果が本当にゴールっていう形になりました。今季やっぱりゴールに絡めなかったんで、まあ、やっと絡めたっていう安心感もあったし、まあ、逆転できたっていう安心感もあった、まあ、ほっとしました。まあ、最後、まあ、神様が見ててくれました。やっぱり今日はサポーターの方がすごい熱い応援してくれてたんで、それがすごい後押しとなって、自分のゴールもあと福ちゃんのゴールも入ったと思います。まだ13位で目標にいたし、
サポーター、ファン、選手、スタッフ、全てのみんなが、まだ諦めてないことを、示すことができたことが何よりも嬉しいですし、もう2試合、他力本願ではありますが挑んでいきたいと思います。11月20日の試合終わっての J2 の順位表です。カタールは勝ち点を42に伸ばし15位、目標13位との勝ち点差は3に迫りました。首位 FC 東京が2試合を残して優勝、 J1 昇格を決めました。カターレ、次の試合はアウェーで最下位の FC 岐阜と対戦します。残り2試合連勝といきましょう。勝てるぞ、頑張れカターレ。続いては BJ リーグ富山グラウジーズです。グラウジーズは先週末アウェーで埼玉ブロンコスと対戦し1勝1敗としました。11月19日、グラウジーズは東地区7位の埼玉ブロンコスと対戦し96対70と快勝しました。翌20日の試合は74対93の大差でグラウジーズが敗れました。11月20日の試合を終わっての BJ リーグの順位表です。グラウジーズは5勝7敗で東地区6位、首位は東地区が秋田、西地区は大阪です。グラウジーズは今週末高岡市竹平記念体育館でホーム戦を行います。相手は3位の千葉ジェッツ、ホームでの勝利に期待しましょう。ベストナイン受賞選手が決定しました。我らが雷鳥軍団からは駒井と島袋の2人が選ばれました。外野手の駒井は受賞を受けてキャンプから監督、コーチに教えていただいたことを続けてきた結果だと思います。1年間温かい声援ありがとうございましたとコメントしています。一方、指名打者の島袋は今シーズンはチームとして悔しい思いをしました。来年こそ優勝を目指しますので応援よろしくお願いしますとコメントしています。さて、来シーズンチームを率いる新藤監督は一体どんな構想を持っているのか気になるところですよね。そこで激スポは今月14日北日本新聞社を訪れた新藤監督に直撃インタビューしました。球団の長森茂社長、三方健次郎業務部長とともに北日本新聞社を訪れた新藤監督。監督は不本意な成績に終わった今シーズンについて振り返るとともに来シーズンのチーム構想を語りました。今年の後半戦というものはもうとにかくたまには勝てるぐらいまで言われましたので、勝つためにどうするかということをやっていかなきゃいけないので、理想は3対2の試合をとにかく72試合のうち40試合ぐらいをそういう縛った試合にしていかなきゃいけないかなというふうには思ってますけどね。そして2012シーズン、富山サンダーバーズが目指すべき野球とは。格段にリーグの投手のレベルが上がったように感じるんで、まあ点やらないで負けないっていうことをまず余力残さず1試合終わりたいなと。なんとか最後の最後までもがくとかっていう姿勢は見せていきたいかなと思いますけど、来シーズンに向けたチーム作りを着々と進めている新藤監督、来週は合同トライアウトを北陸会場での模様をお伝えする予定なのでお楽しみに。それでは今週の激スポはここまで。